ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG C63 2016年式19000キロ、こちらの車両になります。やってまいりました、いじり物。まあでもこれチャンネル見てる方は、あ、この車ねと、ついに来たかとついに来たかね、はい、っていう感じだと思うんですけども、はい、改めてご紹介させていただくと、オートサロン出展車両なんですね、はいはい、そうですね。で、うちの方のブースじゃなくって、うん、トヨタ屋さんのブースに展示させていただいた車両なんです、はい、それに合わせてうちの方で、まあ、車両購入して、はい、まあ、ゼロからカスタマイズして、ね、はい、まあ、展示させていただいたっていう経緯になると。で、2度ほど、ボンドグループで販売させていただいてますけれども、はい、戻ってきて、はいはい、再度今に至るというところですね、はい、かっこよくないですか。まあね、はい、やっぱりね、いいですよね、このマンソリーの外装と、うん、あとアメリカ製単造ホイール、はい、こちらを今回詳しくご紹介させていただきます。そしてあと今回ベースになっているのが C63 ということで、はい、C63S じゃないんですよ。 S じゃないんですね。で、僕も C63 と 63S の違いって、うん、はい、ふわふわっとしか分からなかったんですけど、まあ、そこをね、今回この車でちょっとね、エンジン、ブレーキ、はい、その辺かなと思ってたんですけど、はい、なんか調べたら結構違うみたいなので、違いますね、はい、その辺も詳しくご紹介させていただきます、はい、で、まずカスタマイズのポイントとしては、グリルが後期のパンアメリカーナのグリルになってる、はいはい、これあのうちの方でも展示させていただくときにこれなったんですね、仕様になって、あ、なってましたね、はい、なってました、ね、で、これはもう好みなんで、はい、僕的にはあの横のツインブレードでしたっけ、うん、はいはい、はい、あっちの方がなんからしくて好きなんですけど、うん、まあ、ここら辺も好みじゃないですか、はい、まあ、この辺も、はい、ヘッドライトとどうしても合わなくなっちゃうじゃないですか。そうですか、はい、後期ヘッドライトとあのアメリカーナっていう感じだと思いますけど、うん、はい、まあ、この辺は好みだと思う。いや、もう全然デザインですよ。余計なこと言うと怒られる。デザインです、全然デザインですよそこ、はいはい、そしてあとはマンソリーのエアロー今回ついているということで、うん、はい、このバンパーのトリムもそうですし、あと下側のリップ、はい、これもコンディション、ここ少しだけ下側見えない部分ですかね、はい、ちょっと当たったりしてますけども、うん、ほぼなんかもう無傷という、はい、コンディション良好な感じで、これ造形エグくないですか。マンソリーのパーツって結構あれですね、バラバラに注文されるんですかね。フロントはこことこことこことって、あの全部選べるんですよ。選べますよね、はい、なんで、まあ、下側だけでも成立しますし、はい、このトリムだけっていうのはないですけど、はい、まあ、トリムと一緒につけても成立する。そうですね。で、カーボンの目もプラス 30% 払うと、はい、あの自分の好きな目にできるんですよね。あ、そうなんですね。そうす、フォージドカーボンにしたりとか、はい、ステルス戦闘機みたいな三角形のカーボンにしたりとか、はい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 、あとこのメモ大きいブロックのやつもあったりとか、はい、できるんですけど、今回の場合は一番スタンダードの P200 かなのカーボン、カーボンのメモを選べるって皆さんやっぱり知らないんじゃないですか。ただ高すぎてみんなやらないで、やらないで、はい、そうですね。あ、ちなみに今回のカスタム費用、はい、僕あの下調べで計算しました、はい、もう最初に告知しちゃいますね。最初に告知しちゃっていいですか。どうぞ。今回のカスタム費用、まあ、ざっくりですけど、はい、パーツ代でおおよそ500万円ぐらいかかっております。これ分身ですね、これもう1台、ね、もう1台こうコーチ入れてないんで、コーチ入れたらもう1台ぐらい、はい、ね、そのぐらいの勢いでお金がかかっております、はい、で、あのマンソリーのエアロも全部入れるとパーツ代だけで約200万円ぐらいかかっております、はい、それがこことここについてです、はい、あとは思ったんですけど、今回のこのブルーのボディカラーとすごくマッチしてると思うんですよ、うん、そうですね。だからやっぱり最初にこれを作るときに、あと東京店で作成したんですけど、ブルーを選んで作るって言ったときにすごい楽しみでしたね。どういう車に仕上がるのかなっていうのがすごい良かったと思います。あの白とか黒定番じゃないですか、うんうん、白でカーボンだと白黒になるんですよ、うんうん、で黒にカーボンだと黒黒でカーボン目立たなくなるじゃないですか。だそこ赤とか青ってめちゃめちゃこのカーボンとの相性いいと思うんですよ、うん、いいね、はい、いじった感も出るし、うん、なんかすごく映えるじゃないですか、うんうん、なのでこの辺の組み合わせかなり今回いいんじゃないかと。そしてペイントカスタマイズもしてあって、はい、エンブレムは塗ってあったりだとか、はい、あと 63S の違いでいうと、バンパーも厳密に言うと違うんですよね。違います、はい、63は専用品になって、ここが黒くなるんでしたっけ、はいはい、こんな感じに違いがございます、はい、そしてあとはさっき下見でもカメラマンとちょっと話したんですけど、うん、C63 ってもうデザインが完成されてません、うん、えって感じですいやいや、どう、まあ、完成されてると思いますよ。いや、まずこの専用のこの、うん、バルジのついたボンネットもそうだし、うんうん、あとはもう全体的にプレスラインとか、はいはい、これ横で紹介しますけど、うん、横のこのキャラクターラインが前から後ろまでこうシューって走ってるじゃないですか、はい、でそれがこのヘッドライトに消えてってのがあります、うん、
このフェンダーのプレスラインってこのヘッドライトの LED に一体化してそのまま消えてったんですよ、うんうん、これってすごく秀逸じゃないですか、うん、デザインとして、はい、完成されてるって言ったからさ、あのなんかこう徐々に完成してる感じになったんだけど、そういうことじゃなくてね。じゃないです。もうこの完成形というか、もうこれすごい考えられて作られてるってことね。すごい考えられて作られてる。そうですね、うん。あとこの特徴的なフェンダー、うん、この辺なんかもこのモリッと出た感じ、うん。でもやっぱり輸入車ってそういうところすごいこだわってますよね。そのラインっていうかその流れというか。うん、あのどこの車とは言わないですけど、うん、なんかドアに急になんかプレスラインが。出てくる車とかあるじゃないですか。ありますね。その辺やっぱり考えられてるなっていうのはすごくこれ感じます、うん、統一感がありますよね、はい、うん、そして足元に回っていくと、うん、足元がやってまいりました。アナーキー、はい、アメリカ製単造ホイール、はい、20インチがこちらが装着されている、はい、純正だとあのシルバーの19インチですよね、うん、でこれも 6363S で違いがあって違います、ね、はい、63S になると黒ホイールになる、はい、で、スタンダードの63の場合シルバーの AMG のホイールになるところを、はい、今回アナーキー20インチに交換されている、うん、これがデザインが AN30 3ピースですね。でおそらくなんですけどブラッシュドガンメタルと、うん、ポリッシュドガンメタルの組み合わせじゃなかったかなと思われます、はい、うん、これはデザイン的にもあれですよね、なんていうんですかね、古さを感じないというか新しい古いないようなデザインですよね。そうですね、もう完成されたデザインですよね、うん、この辺も。あとはAMG のなんかメッシュのホイールの発展系な感じしません、うん、同じメッシュなんで。ああ、そう言われてみるとね、なんか全然違う5本スポークにしちゃうとか、うんうん、なんかディッシュのホイールにしちゃうとかじゃなくって、うんうんうん、なんかメッシュの発展系で、うん、なんか車のイメージそんなに崩してないなっていう感じがします。でもやっぱりここら辺のさ、こういう作り込みとかってやっぱ全然ね、なんか昔言った人がいましたけど、これアルミを使った作品ですよね、うん、作品だよね本当にね、製品じゃなくて、うん、でちなみにこれ1本50万円以上するということで、はい、4本で200万円オーバーです。200万ですね、はい、そして1インチアップになってますので20インチでタイヤのサイズの方が、はい、タイヤのサイズの方が255302、こちらが装着されております、はい、そしてあとブレーキの方がここが 6363S の違いがあって、はい、63の場合だと360倍の、はい、通常グレーのキャリパーですよね、はい、白い AMG ロゴの、はい、63S になると二回りぐらい大きくなって390倍の赤キャリパーになる、はい、これどうなんですかね、皆さんこれ重要視されるところなんですかね。まあ、正直私がこう、まあ、現場の立場で商談させていただく中ではそんなには、逆に言うとキャリパー色変えるとかそれぐらいの、あ、なるほど、うん、違いだと思います、ね。まあ、制動力に関しては多分日本のストリートというかその公道走行だったら、うん、おそらくそんなに違いは、違いはないと思います、ね。まあ、大きければ大きいだけ、はい、まあ、安心はできると思います、うん。あとはドリルドスリットになるんですね、はい、ロクサになると、はい、その辺なんかの違いもあると、うん、まあ、純正で十分でかいですからね、うん、それを今回このマンソリーのボディカラー同色の青のキャリパーにペイントして、はい、マンソリーロゴも入ってるんで、まあ、ベースローターの違いを知ってる人じゃないと、うん、まあ、63ベースなのか、うん、63S ベースなのか、うん、分からないぐらいになってるから、そしてあとはローダウンの方も今回されているということで、うん、これが BC レーシングの車高調ですかね、はい、そうですね、はいはい、こちらが装着されて結構下がってますね。これでもねちょっと上げたんですよ。あ、そうなんですか。そうです、はい、も前はもっと低かったですね。なるほど、はい、まあ、じゃあこの辺も調整可能ということで。いや、もうでもあんまりできないと思います。これ以上は上がらないと思いますね。あんまり下げないっていう要望はあんまりお勧めできないですけど、そうですね、はい、まあ、微調整ぐらいだったらできるかなと、はい、こんな感じの足元になっております、うん。そしてあとはサイドスカートもマンソリーのこちらのものが装着されていて、これも非常にシンプルですけど、はい、ありなしでだいぶ違うかなと。イメージ違いますよね、はいはい、だと思ったんですけど、うん、サイドスカートも 6363S でデザイン違うじゃないですか。違います、はい、ここが、ガンメタというか、はい、シルバーになるんですよ、はい、これだから63の方が、うん、この馴染むというか、うんうん、そんな感じしません。シルバーだとここシルバー出てきちゃうじゃないですか、はい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 、カーボンシルバーボディカラーなんじゃないですか。 63S につけるにしても、はい、ここ塗ってからつけた方がいいなって、うん、一瞬思いました、はい、で今回こんな感じで、マンソリーのこのサイドスカートもすごくデザインシンプルですけど、うん、車に馴染んで非常にこう、ね、はい、一体感のあるデザインになってるから。あとは窓枠だったりこの辺も今回黒くなってるんですよね。はい、なってますね、はい、ここもクーペだとこれモール太いじゃないですか、はい、これやるだけでも随分印象が違う。印象がありますね、はい、だとそれに合わせてルーフの方も今回黒でラッピングされてると、はい、全体的にメッキ消してる感じなんで、そうですね、はい、まあ、非常にまとまりがある外装になってくる、うん、
あと細かいところ見ていくとフェンダーのエンブレムも取っちゃってるんですね。ここですね、はい、このね、なんかそこエンブレムないと途端に社外フェンダー感出ません、うん、ああそう言われてみるとね、なんかここのデザインが強調されて、うんうん、あれこれフェンダー変えてんのかなっていうぐらい、うん、でもやっぱり強調されますよね、ここはね、されますよね、うん、されるこのなんかロゴ入っちゃってると、うん、なんかここのラインってあんまり目につかないですけど、うん、なくなると急にこのラインが目につく、そうね、今結構乗ってる方外してもいいかもしれない、ね、イメージ変わるかもしれない、ね、まあ、戻すのはすぐ戻せますし、ね、はいはい、あとさっき言ってたそのキャラクターライン、うん、これドアノブのドセンター通ってるんですよ、うん、すごくないですか、そうね、そしてあと下見でカメラマン力説してましたけど、はい、ここがこう上がってんのって空辺だけらしいですよ、うん、このラインが窓がこう、ね、BM みたいにこう、はいはい、後ろが上がる、うん、なんか車をその速そうというかそのスピード感あるように見せるのに、うん、BM なんかここ食いってあげるんですよね必ず、ホフマイスターキングとかで言うらしいんですけど、それもだいぶ前のコメントで、そういう味はそうだね、上がってると速く見えますよね、でメルセデスのセダンクーペって、うん、基本的にかまぼこ型のウィンドウがこう、うん、定番じゃないですか、うんうんうん、それが唯一こうシュッと後ろ上がってるんで、すごくこう車がスタイリッシュに見えるという、何台も見てるけど言われてみないと気づかないよね、そういうのってね、改めて見るとすごくないですか、すごいね、やっぱりね、細かいこういうラインだったり、うんうん、横のキャラクターラインだったり、うん、それに合わせたこのマントリーの野郎、はい、うん、そして後ろの方は少し太くなって305ですかね、はい、はい、東洋さんのブースで展示させていただいたので、はい、東洋タイヤ、はい、おそらくこれ海外設定のサイズで日本設定ないと思うんですよ、このタイヤ、うん、はい、まあ3年経過してますけど、タイヤの状態もはい、十分なんで、まだまだ。あと思ったんですけど、リアはドリルドスリットなんですね。フロントドリルドなんですよ。おお、この違いを改めて見てびっくりしました。ああ4本通し通しじゃないんだと思って、これ 63S になるとフロントロビッグローターになって、うんうん、でドリルドスリットなんですよ、うん、はい、あこれはね知らなかった。だったら一緒にこれ普通のドリルスにした方がって僕は勝手に思っちゃったんですけど、そうね、でもねそれ気づく人はちょっといない、ですかね、でもいやいや勉強になりました、本当だ、そんな違いもあるみたいな、あとはすごい細かいところですけど、63ってこのリアのホイールのベアリング専用品らしいですよ、うん、あそうなんだ、まあ、トルクがかかるからですかね、なんか専用品らしいです、あとローダウンしちゃってるんで、うん、まあ、どこまでそれいけてるか分からないですけど、うん、アライメントも63って専用らしいですよ、うん、よりこうネガキャンになってるっていう話です、うん、でよりまあパワーが出てるんでそれが伝えられるような、まあ、仕組みと、うん、はい、セッティングになってるそうです、うん、そしてあと後ろに行くと、後ろもだからこのキャラクターラインが全部つながってるんですよ、はい、こう、はい、テールランプのこの真ん中に、でここの一番出っ張ってるところでふわって消えてるってすごくないですか、うん、このね、はい、こう来て、はい、さっと、であとはリアもマンソリーのこのバンパートリムと、はい、あとリアのディフューザーですね、うん、これマンソリーのパーツもカーボン目が超綺麗ですよね、うん、こういう R がきついパーツとかでも目がよれちゃってるってまずないじゃないですか、うんうん、でなおかつこのセンターに来るパーツ、うん、トランクスポイラーだったりリアのディフューザーだったり全部こう中心によるデザインなんですよ、カーボン目が、うん、まあ、もちろんこれもカーボン面をオプションで変えたりすると違ってくると思いますけど、ブロックカーボンとかにすると多分中心によらないデザインになると思うんですけど、全部この中心によるデザインで、この辺なんかも一切、でもこれ前のオーナーさんもその乗ってすごい大事に乗ってらっしゃったのと思うんであれなんですけど、カーボン その質感っていうのはやっぱマンソリーだからいいんですかね、めちゃめちゃいいです、安いカーボンとかつけてるのって1年経ってもすぐダメになっちゃうじゃないですか、そういうのやっぱり高いから全然いいんですよね、そもそも安価なカーボンってウェットカーボンって言って、うんうん、まあ、要は FRP の そのガラス繊維の代わりにカーボン その繊維を使ってますっていうだけなんで、うん、要はカーボン繊維をその樹脂でペタペタって固めただけなん でドライカーボンになると基本的に樹脂が染み込んでるんですよね、うん、で樹脂もより硬いそのエポキシ系の樹脂になるんで、うん、まず強度があるのと熱に強いのと、うん、まあ、変形しないんで、うん、まあ、そういう劣化にも強い、強いですね、はい、だから特にエアロパーツって結構こう空力もかかるわけじゃないですか、うんうん、だからなんちゃってのエアロパーツと本当に使えるエアロパーツ、カーボンでやっぱりついてるパーツでも全然違うってことですよね、はい、ありがとうございます。そしてリアのトランクスポイラーなんかはこれ微妙に浮いてるデザインなんですね、ここついてないんですよね、ここね、はい、ここね、両サイドしかついてないという、はい、絶妙なデザイン、絶妙なね、そしてエンブレムなんかも塗ってあったりとか、うん、はい、あとマフラーのエンドも黒くなってマンソリーのエンドになってる、うん、
あと6363S の違いで言うと、マフラーが大きく違うんですよね。はい、マフラー違いますね。AMG のスポーツエキゾーストか、はい、パフォーマンスのエキゾーストなんか、はい、これバルブの、数が違うみたいで、そうですね、はい、普通の AMG の、スポーツエキゾーストの場合だと真ん中に1個しかついてない、うん、それがパフォーマンスのエキゾーストになるとリアに、はい、リアにもう2個つくんで、はい、まあ、音量というかそのモードであの急に音が大きくなる、そうそうそう、あれができるという、できる、そうですね、はい、こんな感じの仕様になっております。はい、じゃあ続いてタンゴ見てみたいと思います。はい、これ足で開けるやつも、はい、ついてないですか。あ、びっくりした。まあそもそも後ろ開けるやつがないんですよね。そうですね、はい、だキーで開けるか、はい、あの足入れて開けてか、運転席のところで開けていただくか、あとはいろんなレビュー見たんですけど、はい、あの開口部はともかく、はい、このサイズはもうかなり優秀だって書いてるのが多かったです。はい、だから横を言えばもうちょっとこれトランクこう低さがあればもっと良かったんじゃないかなっていうのが書いてありましたけど、うん、結構ゴルフバッグも大きいじゃないですか。いやいや、このクーペサイズでこれだけ入れば十分じゃないですか。ですよね、奥行きかなりありますもんね。十分ですよ。でネット下げればだってゴルフそのままバッグ入りそうじゃないですか。はい、そして後ろからこのレバーでBM みたいにこう倒すこともできますんで、トランクスルーも、あとはメルセデス、ここの上の補強が出っ張ってるんですよね。ん？この上の補強が、あ、ここね、ここの高さが稼げないですけど、ここ、ね、それでもゴルフバッグ、うん、縦に2個ぐらいはいけるんじゃないかな。そこをね、捨てるよりかは補強ですよ。はい、あとはこの下に、はい、こんな感じで少しだけ収納とパンク修理キットと、まあ、車外ホイール履いててもパンク修理キットあれば、まあ、安心かなと、はい、こんな感じになっております。ここで私から訂正がございます。はい、あのトランク足で開きにくいんじゃなくて、はい、このカーボンのリアディフューザーになってるんで、はいはい、奥じゃないと反応しない、はい、そういうことなんです。そうですね、あのカーボン電波通さないんで、はい、このカーボンの切れ目より向こうに足を入れないと開かないということで、はい、あのやったら100発100中で開きました。開きました、ね、はい、そしてあとは先ほどのトランクの説明ちょっと補足でいくと、はい、身近にいる C63 オーナーおすすめの機能というか装備としては、このコンビニ袋をぶら下げられるこのフックがめちゃくちゃ役に立つ。コンビニ袋ってこうぶら下げるの？でも確かにこう倒れちゃまずいものとか、ああそうね、はい、あそうか、そうっす、そういうのっていっそのことぶら下げとけばもう倒れないんですよ。キムチとかね。キムチは分かんないですけど、あす、まあまあまあでもそういうことですよ ね、 そうだね、なんか倒れちゃいけないものとか、瓶とか缶とか、うんうん、そうね、はい、あと場合によってはその汚れてるのとか濡れちゃってるのとか、あそうっていうのも、なんで俺キムチって言ったの今。いやでもキムチはもうスーパーで買ってこう出ちゃってる定番じゃないですか。そうそうね、うん、だそういうのもぶら下げとけば大丈夫。そうなんだ。でもそういう使い勝手も考えられてる。これでもオーナーさんで知らない人いるかもしれないね。あ確かに、あれ一回も出したことねえよっていう人いるかもしれない。こんなの、身近な C63 オーナーは、はい、あのすごい活用してる、重宝してるな。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。で 63S の違いじゃないですけど、前期型なんでこのタイプのキーになるみたいです。僕的にはこのどっちでもいいというか、うん、じゃあなんで言ったんだっていうことですけど、 そうそうね、はい、そして63になるんで、もう基本的にあの豪華装備便利装備なんかは全車標準ということで、はい、ブルメスターも標準装備、オプションで選べるものってサンルーフぐらいなんですよね。そうですね、はい、でダッシュボードもレザーアルティコのところのダッシュボードになりますし、あとは、ステアリングの方が 6363S で違って、こちらの場合63なんでナッパレザーのステアリングになると、はい、でこれが 63S とかエディションになったりすると、はい、ダイナミカになったり、ダイナミカ、はい、はい、まあ、いろんな違いが出てくると。アルカンタラのコンビですね、はいはい、であとメーターの方も、63専用のメーターになってて、ダッシュの方にもしっかり IWC の時計も入っていると、はい、この辺もなんか完成されてますよね、デザイン的にね。申し分ないじゃないですか、うん、まあ、質感で言ったらもっと上のセグメントの車ってもっと、はい、あの質感いいですよ、うん、あのグローブボックスなんかもこのビニールのグローブボックスじゃなかったりしますし、うん、もう全然 OK かなと、うん、はい、ちょっと何言うか分からない。あとシートのスタンダードなスポーツタイプのシートになってくると、はい、ビジュアル的に言ったらパフォーマンスのシートだと思うんですよ。パフォーマンスのシートがいい、はい、ビジュアルで言ったら、うん、絶対そうじゃないですか。そうね、いいですけどね。けど座り心地がコンフォートなのは圧倒的にこのスタンダードなスポーツシートの方だと思うんですよ、うん、はい、これちょっとこの後乗ってみたいと思います。あと今回のお車はこのエアコンの吹き出しが普通あの横のルーバーのやつですよね。そうですね、はい、それがこの光るタイプの、はい、新しいっぽい、はい、
こちらになっていると、はい、これもじゃあ市場でちょっと光らせてみましょうか。そうですね、はい、見てみたいと思います、はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、もうここにこれから評価されていくものが全部詰まってるんじゃないかなと僕は勝手に思っております。でここがもう名車シリーズでね、はい、ここはね、で改めてご紹介させていただくと、うん、もう定番の M177 エンジン、うん、3982cc ツインターボで、これが63と 63S で違って、63なんでちょっとだけパワーが出てなくって476馬力ということで、あ、 63S になるとおなじみの510馬力ということで、その差が34馬力ということで、はい、あとトルクの方も、少しだけ S の方が出てる、うん、でも、 もう車が400馬力オーバーだったら、うん、そんなに乗り比べないとわからないぐらい の、 狂ったパワーではあると思います、うん、そしてミッションの方が7速オートマ AMG スピードシフト MCT だと、これエンジン僕知らなかったんですけど、うん、4号のエンジン2つ合わせたエンジンだって知ってました、うん、まあ、厳密に言うとその V 型なんで違いますけど、はいはい、現状にボアピッチ、うん、まあ、そのシリンダー の、 その寸法のところで言うと、うん、4号のエンジンをそのままこう2つくっつけた、はい、そこに由来されるエンジンがこちらのエンジンになります、うん、で砂形鋳造のクローズデッキアルミクランクケースと、あと単造ピストン、あとちなみにナノスライドもこれやってあるやつです。ナノスライドって小島さん覚えてますか？忘れちゃいました。溶射って言ってなんか火花シャーって飛ばしてシリンダーコーティングするやつです、うん、それするとなんかその 0.1 ミリぐらいの、うん、なんかそのコーティングされるらしいんですけど、うん、それでまあ耐久性がアップしたりとか潤滑がアップしたりとか、うん、そんな加工もしてるみたいです。でこれに並んでいろいろ紹介される M176、うん、あとは M178、うん、これってもう今後絶対評価されると思うんですよ、うん、っていうのも最近大宮店で、うん、GLE63S、はい、初の ISG とガッチャンコされた、はい、この63エンジン試乗したんですよ、うん、はい、エンジンの出来がめちゃめちゃいいんですよ。トルクもあるし速いし、うん、まあ、おそらく燃費もいいだろうし、うんうん、振動も少ないし、うん、ただ1個だけ残念なのがあってですね、うん、音が全然違うんですよ。どう違うんですか？めちゃくちゃ静かになってるんですよ。静かになってる。で、うん、こんなに静かになるんだっていう話をちょうどその大宮での撮影の時にしたんですよ、うんうんうん、で事務所に戻ってきてから、はい、いろいろ調べたんですよ、はい、そしたらですね、うん、この63、C63 も前期後期で全然音が違うんですよ、うんうん、あ、この形もね、うんうん、小島さんもなんとなく後期の方がマイルドになって静かだなってイメージありますよね、うんうん、C63 も、うん、聞き比べてきます、うん、びっくりしますよ。あ、そんな違うんだ。こんな違うのっていうぐらい。僕らも YouTube でそういう動画出してるのあったんで、うん、はいはい、調べたんですけど、うん、びっくりするぐらい違うんですよ。だんだん耳が慣れてるから、うん、こう、あ、V8 サウンドやっぱり63違うよねと思って聞いてたんですよ、うんうん、後期も、うん、前期聞き比べると全然違いますよ。あ、そうなんだ。でこれがメルセデスだけじゃなくて、うん、他の車、うん、まあ、僕聞いたのだと、うん、まあ、R8 とかも前期後期、うん、後期中期か、うん、全然音が違ったりとか、うん、はい、まあ、比較的じゃあどのグレードも前期の方音が大きいってこと。だからだんだんもうだからこの辺の時代からどん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 その騒音規制と、あとはその排ガス規制とでマフラーがどんどんこう詰まっていくマフラーになっていってどんどん音もちっちゃくなっていって、あとは現行だとハイブリッドも出てきてるじゃないですか。だから急激に音がちっちゃくなっていってるんですよ今。じゃあだからもう遡ったら6200が多分一番こう好きな人はワクワクする人で5.5 になって4リッターになってこうなんとなくこう受け入れられてたつもりだったんですけど、もう気がついた時には手遅れでした。あ、じゃあもう気づかないうちにこう自分の耳の中でこう処理しちゃってるんだね。してます、絶対。あの説明欄の ここにあの動画のここに貼っとくんでリンクあるんで、そう貼っとくんで皆さん見てください。本当に前期後期でも全然音違うんですよ。だからこの前期型って後々僕あの好きな人には評価されるし、うんうんうん、あとさっき並びで出した、うん、176、177、178、うんうんうん、178に関しては、うん、MGGT 専用のドライサンプルのエンジンじゃないですか、うんうん、今後絶対評価されると思うんですよ。 GT、うん、これ積んでる178積んでる C クラスがあったら一番良かったですけどそれないですけど、ないね、ないね、前期のめちゃめちゃいい音をこの後ちょっと聞いてみたいと思います、うん、はい、続いてマフラーの音を聞いてみたいと思います。お願いします。
参りましょう。はい、大丈夫です。ついには車の機能の紹介一切してないですよだってもうでももうこれ何台も紹介してんじゃないの。 C クラスそうでもないかな。 C クラスに限って言うとそんなにはしてないかな、うん、ただメルセデスって基本的に全部ついてるじゃないですか、うんうん、特に日本仕様の MG の場合ってほぼ全部つきじゃないですか、うんうん、まあ年代によってその何がついてないついてるとかあると思うんですけど、うんうん、基本的に全部ついてるじゃないですか、うん、これですよ、うん、最高じゃないですか。購入されていません。知ってます。現状、うん、ハイブリッドと合体してるのって、うん、GLE63 だけじゃないですか、うん、クランキングの音しないんですよ、うん、で今後全部それになってったりとか、うん、あとそれよりさらに進んだ ISG じゃなくて、うん、BSG って知ってますよ。それハイブリッドのシステムらしいんですけど、うんうん、あの今までの AMG の4353とか、うん、あとは GLE の63に積まれてるやつって、うんうん、エンジンとミッションの間にそのハイブリッドの仕組みが入ってるんですよ、うんうん、今度の一番新しい AMG GT とかに積まれるその BSE ってやつは、うん、そのリアのデフにそのモーターとその仕組み入るらしいんですよ、うんうん、2足とモーター数、うんうんはい、だいよいよもうエンジンからもその駆動が切り離されて、うんはい、もう EV になる準備が、うん なってるね。でもクランキングもないから、うん、ボーンって音もしないんですよ、うん、でなおかその後孵化しても、うん、レブリミッターはついてるわ、うん、この V8 サウンドもしないんですよ、うん、しなくないけどめちゃめちゃ静かなんですよ、うん、で静かになってる分音が足されてるんですよ。なんかスピーカーとかから中でスピーカーで、うん、だから動画で撮ると、うん、いやそんなに通知が言ってるほど変わんなくねって多分みんな思うと思うんですよ、うんうん、実車乗ると全然音が違うんですよ、うん、この間乗ったカメラマンも言ってたんですけど、うん、もう後ろ乗っちゃうと、うん、もう全然音が違うと思うんですよ、うん、音がしないっていうの、違うとこから違う音がするっていう、うん、V8 の音がしない、うん、だそれをみんなどこまで求めてるかによって違うと思うんですけど、うん、僕そこ重要なんですよ、うん、その人の価値観だけどね、そこはね、そうですね、うん、だ特に僕 AMG 憧れてる一人間としては、うん、そこってこうなくなってほしくないんですよね、うん、けども気がついた時にはもうなくなってました。だからこそ少しだけバックして前期の C63 ってめちゃめちゃいいなと思うんですよ、うん、だから なんていうのかな、僕たちが憧れてるところって例えば今の車を憧れてる人って分かんない、もしかしたらハイなんていうかなパフォーマンスっていうかそのテクノロジーに憧れるかもしれないけど、僕たちってやっぱり音に憧れてるじゃないですか。そうですね、やっぱりそういうところで多分価値観が違うのかもしれないね。だから今の若い子って結構その、うん、欲しい車でプリウスとかテスラとかっていう子も少なくないみたいですよ、うん、だってさ、まあ、子供とかさ、うん、乗せたりしてこれいい音だよななんて言ってもさ誰もなんとも何言ってんのって言われちゃう。そう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 、うわめっちゃいい音してるこの反響音ボン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 ってこれガルルルルって、うん、あとは 6363S の違いとしてはリアデフが電性のデフになるか機械式のデフになるかと、はい、いうことで、これは乗ってもね分かりますか。機械式デフの方があの変化がないんで、うん、ドリフトが一定にできる、うん、分からないです今適当に言いましたちょっと走りの部分が違うっていう、うん、その誤差は多分分からないでしょうね普通に乗ってる分には、まあ、それこそ本当に飛ばす人あとレースモードがあるんですよね、うん、63S になると、うんここはね、で63だとスポーツプラスなんですけど、うわめっちゃいい音してる。ここもね最初皆さん変えるけどそんなにはこの反響音ですよマフラーの中のこの、うん、スポーツプラスでいいですか。はい、最高です。これ独特だよねこの加速。独特だしこのなんかこう本当生き物みたいな、うんうん、このパワーの盛り上がり感というか、うんうんうん、だ今の新しい車ってすっごい優秀なんですよね、うんうん、乗り心地はいいし速いし、うんうん、けどなんかこういいものが好きとは限らないというか、うんうんうん、でもそれってさ多分さ、うん、このシークエンサーが出た時も、うん、みんなそう感じてたんだよ多分。
それが今になってもうずれてずれてきてるんだよね。だからいやでもハイブリッドはでかすぎますって、その差がね。でかすぎます、うん、だって次に至っては4発のハイブリッドですよ、うん、もうだって V8 のハイブリッドですら、うん、うわマジかっていう方が大きかったのに、これ V8 の内燃機が4発ハイブリッドでもう受け入れられる自信がないんですけど僕、うん、いや車絶対いいんですよ、うん、速いし、うん、うわーっていう。でもそれってでもさ変な話さ、これから先も味わえるじゃない、はい、この個体とかってやっぱりこれからどんどん味わえなくなってくるから、はい、そうですね。いやだからもう本当に今乗りたい人はぜひ乗っといていただきたいんですよね、うんうんうん、でまだ 63E 個体あるじゃないですか、うん、あるね。いやでもね少なくなってる、はい、うん、本当にですよね、うん、だって204が今じわじわ上がってきちゃってるって、うんうん、507なんかとんでもない年段になってる、なってるね、はい、だみんなやっぱり最後に乗っときたいとか、うん、まあ、場合によってはちょっと上がりの車を探すとか、うんうん、ってなってるっていう、うん、でまだこの205、うん、そんなにこう高騰はしてないじゃないですか、うんうん、だから今こそこれを余裕のある人、楽しみたい人は乗っときたい、うん、乗っといていただきたい。うわめっちゃいい音してる、うん、だからね、毎回ってほどでも結構頻繁に言ってますけど、今って本当に、ね、両方楽しめるいい時期なんで、はい、そうですね。いやぜひこっちの方ね。いや特に僕は終わりがこの間見えちゃったんで、うん、よりこれを感動して乗れます今、うん、欲しいです、欲しい。スッチいよいよ。でもなこれはちょっと販売はできないなスッチ。いやでも本当に純粋に C63 欲しいなと思いました、うん、だって直六とかですらないんですよ、うんうん、もう気がついたら、うん、BM とかでも直六のエンジンのスタンダードな車ってあったじゃないですか、うんうん、今だって1000万円出さないと直六買えないんですよ、うんうんうん、ポルシェだってそうじゃないですか、うん、エントリーなのはもう718の4発で、うん、もっと出さないと6発にならない、うん、GTS とか911買わないと、うん、これだから別にっていう人がもうこいつら何言ってんだって話だと思うんですけど、うんうん、やっぱりこういう趣味性の高い車ってそこを求めてる人少なくないと思うんですよね、うんうんうん、で車のレビュー全然してないんですけど、うん、レビューするまでもなくめちゃめちゃいいです。ただ足はもともと硬い C63 が車高調ローダウンによってさらに硬くなってます、うんうん、でも全然乗れます、うん、助手席はね、はい、ちょっと硬いですね。シートを高くしたらちょっと変わるかな。この先に学校があります。なんかもう改造してある車っていう感じの乗り心地です、うんうん、乗り心地だね、全然大丈夫です、うん、AMG GT のあの2ドアに比べたら全然乗り心地いいです、うんうん、乗り心地同じぐらいじゃないの。めっちゃ良くないですか、うん、乱暴感があるね、うん、ワイルドな感じだね。もう一周だけいいですか。どうぞ、はい、もう乗れないかもしれないからね。いや本当なんすよ、うん、これ最高すぎます。だからもうそうなってくるのなんかもう鍵が電子キーだからとか、うん、ステアリングがどうだとかって関係ないんですよね、うん、もうこの M177 に乗れればもう、うんうん、せめてなんかいいですよ電子キーとかそういうのもね、これからどんどん良くなってきますから。でも次のシークラス本当に4発ですよ、うん、で噂はすけど、うん、クーペとかカブリオレとか消滅するらしいですよ、うんうん、ね。GLE、うん、CLE か CLE で全部一括りになるっていう、うんうん、だって今日の小島さんニュース見ました。フェラーリのニュース読みは見てないの。それは25年についに EV のフェラーリ出るらしいですよ。で30年にはガソリン車の比率2割になるって言われてるんですよ、うん、でも2割って言ったら通常ラインナップもガソリン車なくすってことですよ、うん、残りの8割だって EV かハイブリッドって言ってましょ。そうするともう限定車で多分2割は終わらないかもしれないですけど、うん、特殊な車とか超高額車両で多分埋まると思うんですよ。でも普通の人が内燃機関の車買える時代が終わるんですよ。まあ、うん、いやいい車。本当そうなった時にさ、はい、
今だとフェラーリとかそういうのなんだけど、通常の車もそうなってくるのかな。なるんじゃないですか。そしたらガソリン入れるときどうするんだろうね。入れないです。違う、こういう車を買って、まあ、残ってる人はですか。ガソリンスタンドじゃちょっとあれだよ、いやだんだんだからガソリンスタンドも減るんじゃないですか。減るよね。でも一時に比べたらガソリンスタンドもめちゃめちゃ減りましたよね。それはあれでしょ、みんな燃費良くなっちゃったりとかさ。そうそうそう。して僕がだって20年前にバイトしてたガソリンスタンドもないっすもん、うん、ないよね。ないっす、うん、だからすごいこうゆっくりだからみんな気がついてないけど、うん、気がついた時にはもう手遅れなんですよ、うん、もうこの音に関してはもう完全に僕手遅れでしたもん、うん、本当にみんなに。あとじゃあガソリン車乗れるのってあと何年ぐらいなんのかな。あと10年ぐらいかな。まあそれいいっすか。中古車市場はまだ出回ってると思いますよ、うん、だって10年前の車って普通に走ってる。走ってるね。だから中古車市場は全然あると思うんですけど、うん、じゃあ新車でなんか魅力的なガソリン車買おうって言った時に、うん、多分ほぼ選択肢が、うん、もうあと5年か10年でなくなるんじゃないかなっていう、うんうん、そう考えるとポルシェ狂ってますよね。だって今あんな狂った車出してるんですよ、うん、GT3RS っていう、うん、2022年にみんなハイブリッド行くぞって言ってる時代に、うんうん、だから本当に思うんすけど、うん、大きい変化の一番最後の車って、うん、みんな評価するしされると思うんですよ、うんうんうん、その昔ポルシェの水冷化の時もそうじゃないですか、うんうん、993ってなんだかんだめちゃめちゃ評価されてるじゃん、うんうん、964もそうですけど、で新しいことを始めた一発目ってやっぱりいろいろチャレンジングがあるんで、うんうん、なかなかこう評価されにくかったり、うん、試行錯誤がこう車に入ってたり、いやーいい音してんな。アイドリングでもこの音っすよ、うん、どんだけ動画で撮れてるか分かんないけど、これしかない音だよね。カルルルって、うん、もうクランキングの音がなくなっただけでめっちゃショックだったっすもん、うん、いやー最高。小島さんもさっき言ってたじゃないですか、うん、6発のケイマンでしたっけ、ボクスターの。ボクスターね、うん、6発いいな。そこを求めてない人からしたら何やってんだっていう話ですけど ね、 まあね、いやいや、それはやっぱりさ、いろいろ人の価値観があるからさ。そうですね、うん、いや僕はでも信じてます。共感してくれる人が少なくないことを、ね、いやいやいやでももともと結局さ、こういうマンスリーとかってもそうだけどさ、うん、共感してくれる方ってそんなに多くはないじゃない。そうですね、うん、でもやっぱり共感してくれる方がいればこそやっぱりやらなきゃいけないところだと思うし。そうですね、うん、いやだから全然新しいものが悪いわけじゃないし、うんうん、多分新しいものは新しいもので楽しいと思うし、うんうん、すごいと思うし、うん、もうまだ出てもないけど、うん、もう C63 の 45E パフォーマンスになるかなんか分かんないですけど、うん、次期 C63、うん、小島さんと一緒に試乗したら、うん、クアドリフォリオの時の試乗みたいになるんだろうなっていう想像できてるんですよ、うん、そうね、絶対超楽しいんだろうなっていう、うんうん、だそれと同時になんかこの失われたものの大きさを今感じてしまってます、うんうん、はあ、これがなくなるんかっていう。だ今絶対買いだと思うんですよこれ、うん、だその影響があるかないか分かんないですけど、うん、205の 63S ってそんなに暴落もしてないじゃないですか、うん、してないね、うん、だそれ一定数もしかしたらちょっとこの考えてる人っていうのはやっぱりいらっしゃるんじゃないかなって僕は勝手に思ってますね、うん、もう乗れなくなるかもってね。 そう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 、それはあるかもしれないね。だってめっちゃいい音しますよこれ、うん、でもやっぱり僕たちもう、まあ、もう日々その中古車仕入れやってるじゃないですか。だってその車とも二度と出会わないかもしれないっていうのでやっぱり入札とかするんですけど、やっぱり買えなかったりするんですけど、やっぱそういう感覚ありますよね。一期一会、一期一会が本当にあるんで。確かに。じゃあ気になってる人がいたら僕みたいに手遅れになる前に。そうね、これ一回やっぱり見てもらったらね、現車多分
原車すごい迫力あるんで。そうですね、原車大事だと思いますよ、うん、これこういういじり物は特にそう、はい、やっぱ写真とか、はい、まあ、動画もなるべくは伝えたい部分はあるんですけど、はいはい、全然原車が違う。その実車の雰囲気ですよ、ね、雰囲気、あとこのボディカラー、はい、絶対これ原車見ていただきたい。あと僕的に音っすやっぱり。音ね、音って今どんだけこう再生環境すごいところで聞いても、うんうん、実車の音とかのこう空気の振動はそう違うので、やっぱりお客さんにさ相談してて、はい、マフラー音取ってくださいって取って、はいはい、聞いて送る時も、はい、聞いてるのも違うんだよね、はい、うん、まあ、それお客さんも分かっていただいてると思うんだけど、はいはい、だからやっぱり遠方の方だとね、はい、どうしてもそこはできないんで、実写の実際のその音楽ライブと、はい、すごい高音質で録音されたライブの音源との違いぐらいな感じで、うん、そうそうそう、だからぜひねちょっとこの遠方の方でご紹、ね、まあ検討している方は僕たち2人のこの感想で、はいはい、そうですね、参考にしていただいて、いやー最高すぎました、うん、個人的に本当に C63 が欲しいです、うん、僕はもう安定だなと思いましたね、この良さは。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。じゃあ最後になりますけれども、はい、今回63、63S の比較も少しお話しさせていただいてなんですけど、はい、うん、あの僕の結論としては、うん、まあ、今回63紹介させていただいてるんで、うん、若干63引きになりますけど、うん、あの価格差100万円ぐらいじゃないですか、新車の価格差、はいはいはい、まあ、それなりの納得の違いありますけども、うんうん、全然許容範囲かなと僕的には。 どっちでもいいというか、もう絶対 63S の方がいいだろうっていう感じではないかなっていう気がしました。あ、そうですね、実際でもその中古車市場では 63S の方が圧倒的に多いんですよ。新車が63なんかあんまり出なかったんで、やっぱり一般論からすると 63S って皆さん言うと思いますけど、まあ、そこの違いを今回ねまたこれで感じていただければ、特にいじる方なんかは。そうですね、なおさら、うんうん、はい、今中古車市場価格結構離れてるので、はい、いいのかもしれないですね。なおさらお得に変えて、うん、で外観のその違いって言ったら、うん、割とわずかだと思うんですよ、うん、もうパッと見で言ったらキャリパーだけぐらいじゃないですか、あと黒くなってるかどうかぐらい、はいはい、なので、まあ、本当にエンジンパワーだったりとか、パワーだけ、ね、まあ、ローターサイズだったりとか、中古車市場で63で話長くなっちゃいますね。いいです、大丈夫です。63でいい車があって 63S じゃなかって悩んでる人がいたらちょっとね、そうですね、コンディション優先で選んでもいいぐらいですよね。コンディション優先で選んでいいぐらいの個体になってきましたよね、はい、この車が、でね、はい、で価格も落ち着いてるんで、うん、まあ、中古車ベースにカスタマイズもいいと思いますよ、はいはい、今回の場合だって冷静に考えてください、はい、パーツ代だけで500万円かかる。そうですね、これ分身ですからね、はい、もう一個ね、で車で言ったらもう本当に軽自動車ぐらいの車の価値な感じじゃないですか、はいはいはい、パーツ代全部新品だとしたら。そうですね、はい、だ非常にお買い得な車だと思いますので、はい、ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG C63 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。